はいよ。では今回はこちら、フォーランバスのスパーリンググローブを紹介いたします。まずフォーランバスって何かっていうお話なんですけども、山梨県にある総合格闘技のジムの名前です。でこちらがですね、和術研修会山梨支部として活動していたチームがですね、今常設のジムを持ちまして、フォーランバスということで、活動しています。でフォーランバスっていうと、武田菱ですね、山梨県といえば武田信玄なので、そこから取った名前ということになっております。でこのフォーランバスにですね、私の父が通っておりまして、そこのオリジナルのグローブを購入してきたということで、早速レビューしていきたいと思います。でね、これパッと見た感じ、剣スポーツっていう風にね、まず感じましたね。はい、ここのねパッドの長さとか、あとこの握り棒の太さ、そしてこの典型的なタイスタイルの形とか、あとクッションの質感、革の質感とか、あとはですね、最近ウィンディとかツインズとかも、ここのマジックテープが丸くなってるっていうのが多いんですけども、ここもしっかりね四角く最後までついています。まあ、こういった特徴がね、沖縄のケンスポーツっていうメーカーに非常にね似ているっていうことで、OEM なのかなっていうふうに思います。おそらくね、性能は一緒だと思いますね。はい、でまずね、パッと見た感じね、まず革の質感がねすごくいい。ここね、空気穴が開いてるんですけども、この空気穴から見えるこの革の厚み、すごい。これめちゃめちゃ分厚いね、いい革を使ってます。すごい耐久力がありそうですね。なのでちょっとね、最初は硬くて馴染むまでには時間がかかりそうだなっていうふうに思うんですけども、これね、しっかり馴染んだ頃にはね、めちゃめちゃいい味が出ると思いますし、長く使っていけるグローブじゃないかなっていうふうに思っています。はい、でそれからね、パッドはね、柔らかすぎず硬すぎず、本当にね程よいっていう感じがしますね。で親指のところなんかね、こう内側が硬くて外側が柔らかいっていうような、ね、構造になってますね。はい、でやっぱりタイスタイルなので、ここがね湾曲してて丸く手にフィットしやすい形になっています。では早速ね、ここをね開けていこうと思います。よいしょ。はい、こんな感じでね、ザラザラの面はね、ここ本当に端っこまでついています。まあ見た感じ一般的なタイスタイルですね。はい、やっぱりメイドインタイランドのいいものです。ここねナイロンが貼ってあって、ここには合皮張りになっているっていうところもね、タイのスタイル通りですね。はい、でね手を入れていきましょう。はい、すごくねこれねフィットがいいんですよ。はい、はい、こうするとね、ウィンディとかツインズに比べて、もう手首がねがっちり固定できるかなっていう風に感じます。ちょっとねツインズとかね微妙に緩く感じることもあるんですけど、ピタッとね張り付いてます。でまあここが湾曲してる分ね、しっかり手に沿った形になるんですけど、これバンテージつけたらね、より密着感が上がって、フィットしたいい感触になるんじゃないかなっていう風に思います。まあ、やっぱりね最初はちょっと硬いです。なのでミッドとかサンドバッグを打って鳴らしてスパーリングとかに使うのもいいのかなっていうふうに思いますね。この正面のナックルパートなんですけど、しっかりねこう自然な形でねまっすぐします。手首をまっすぐした状態で自然に拳が正確に当てられるっていうね特徴がありますんで、これはね非常に重要なところです。いいですね。でこのパッドね、正面のところはねそんなに厚くないんですよ。なのでガチスパーで思い切りガツンってやると、ちょっとねダメージあるかなっていう気はするんで、マススパーとかにはいいのかなっていうふうに思いますね。あとはまあサンドバッグとかミッドにはもちろんね、打ち応えも非常にいいと思います。拳を意識して、ね、しっかり打ち込める、これ14オンスなんですけど、ちゃんとね当たってる感触をね得られます。拳で捉えてるなっていうふうなね、そんな感じがします。でサミングガードなんですけども、ここですね、まあ、革製のものがついています。これね不自然に引っ張られるっていう感じもなくて、すごく自然に握れますね。うん、これはね本当にいいです。あとこの指先のところ、フィンガーチップとかは入ってはいないんですけども、全然苦にならないです。
このね握り棒がね結構太めなものが入っていてしっかりしてるんで、あの握りごたえはありますね、うん、ちゃんと握り締められます。それからね、まあ先ほども言ったんですけど、ここ手刀の部分のねパッドがね結構厚みがあって長いんですね。なのでね、こうパリングとかするときにすごくねいい感触になるんじゃないかなっていうふうに思います。うん、こう耐久力ねありそうですね。でもちろんね蹴りをこう受けたりするなんかあんまり痛くないのかなっていうような感じがします。はい、まあね、タイスタイルっていうと結構ねこのルーズな装着感っていうふうに言われることもあるんですけども、これはねすごいしっかりとねフィットしてねまっすぐ打ち込めるんで、とてもねいいなっていうふうに思っています。まあ、これでねもうちょっとここの厚みがあったら、まあ、ガチスパーもいいのかなっていうふうに思います。まあでも全然スパーリングにも問題なくは使えるとは思うんですけど、ここはねちょっとこだわりがちょっと強すぎるかなっていうふうに、ね、私のこだわりなんですけど、まあスパーリングだったらまあ柔らかくて厚いものがいいなっていう個人的な感想です。でやっぱりこのフォーランバスのね代表の方がね非常にねグローブマニアだっていうふうに伺ってまして、やっぱりねいいしっかり考えたものを使ってるなっていう印象を受けました。さすがだなっていうね、さすがグローブマニアが選んだだけあるなと、厳選されてるなっていうふうに思います。こちらのフォーランバスグローブなんですけども、値段なんと聞いてびっくり7,000円。考えられますか、本革の体勢で7,000円です。今ねツインズ、大佐前、ラジャボクシング、それからフェアテックスか、どれをとっても大勢のメーカーが値上げをしていると思います。昔ね、一昔前ぐらいだったら7000円の本革グローブ、大勢ならまあありえた値段でしょう。ですけども今どこのメーカーも軒並み2倍ぐらいに値段設定を上げているんじゃないかなって思います。その中でこのクオリティでこの値段を保っているっていうのはちょっと良心的が過ぎませんか。しかもこのオリジナルのプリントとパッチまでついてですよ、そんなの実現できるのっていう驚愕の値段設定だと思いませんか。しかもねこのグローブの元になっていると思われるケンスポーツのものですらもイサミとかで買ったらもう本当に1万円か超えるんですよ。それがねこの値段7000円ですよ。こんなね分厚くて頑丈そうな本革を使って7000円、ちょっとね考えられない、ほぼ原価じゃないのかっていうふうに疑うぐらいね安い。これねもう山梨県で格闘技をやってる人は買うしかないですよ。もうその辺のスポーツ用品店でボクシンググローブ買うぐらいだったら絶対このフォーランバスグローブを買った方がいいです。で県外でやられてる方でもね、もしこのグローブ欲しいっていう方がいたらフォーランバスにお問い合わせいただければいいんじゃないかなと思ってますとね、私はフォーランバスの関係者ではないんですけど、勝手にグローブがあまりにも良かったので宣伝させていただいてます。というわけで今回はこのフォーランバスのスパーリンググローブ14オンスをレビューしました。ご視聴ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もお願いします。ではまた。